それでは深層学習と再帰型ニューラルネットと題しまして、自然言語処理研究室の小川洋一郎が発表させていただきます。今日の発表内容です。まず、その深層学習とは何かということと、その特徴を説明して、次に、再帰型ニューラルネットと呼ばれる深層学習のモデルを説明します。で、その後に、誤字脱字の検知をテーマにした時の、課題と、機械学習におけるアプローチの仕方を説明した後に、再帰型ニューラルネットではない普通のニューラルネットによる誤字脱字検知のアプローチと、それから再帰型ニューラルネットを用いた時の誤字脱字検知を説明したいと思います。まず、深層学習についてです。深層学習、英語で言うとディープラーニングなんですが、ディープラーニングとは、先週ちょっと話しましたが、ニューラルネットワークを多層構造につなげた機械学習の手法のことです。で、最近ディープラーニングっていう言葉が研究だったり、大企業の場のみならず、一般の企業やテレビなどで広く使われるようになってきました。そのディープラーニングの特徴として、各層を小さなまとまりとして、各層をつなげて、それぞれの層で、一つ一つに役割を与えて、理解すべき内容をできる限りシンプルにして理解させようというような試みをする特徴があります。それをちょっとイラストで説明します。このように入力層と出力層があって、その間に3つの中間層があるようなニューラルネットワークを考えます。で、このニューラルネットワークに、左下のような犬の写真を投下したとします。で、このニューラルネットワークでは、与えられた画像が何なのかっていうのを判断することを考えます。で、まず1つ目の中間層では、ある一部分を切り取って、耳があって口があるっていうふうな特徴を検出します。で、その特徴から、この写真は動物の写真ではないかっていうような判断をします。で、次の層では、また別の部分を切り取って、4足歩行で耳が尖っているっていうような特徴を検知した時、この画像はオオカミ、ライオン、三毛猫、柴犬じゃないかなっていうような候補を挙げます。で、また次の層では、色や模様の特徴を抽出して、これは柴犬ではないのかなっていうような予想を立てます。で、このような特徴を検知して、最終的に出力層では一番近いのは柴犬だろうというような判断を下して、柴犬っていうような結果を返します。このようにして、ディープラーニングは層を深める構造をしていて、その各層ごとに、部分部分の特徴を通信して、それを重ねていくことで答えを絞っていくような方法をします。で、このような、例えば画像を何の画像かを判断するような 今のような方法だと、結構人間に近いような判断をしているので、いろんなことに応用できるんじゃないかということで、ディープラーニングが期待されています。で、層を深めることの重要性は、理論的にはあまり多くのことが分かっていないのが現実ですが、研究や実験の結果から、言えることはいくつかあります。で、1つ目は、層を深くすることに比例して、画像認識の性能も向上すると言われています。で、これはさっきの例みたいに、
まあ、部分部分の特徴を検出することを何回も繰り返すことでより特徴を反映した、判断ができて画像認識の、正しく選択できる可能性も上がるんじゃないかというふうに言われています。2つ目はパラメータを少なくできるということは、各層の、に、特徴抽出の構造をとてもシンプルに構成することができて、そのシンプルな層を重ねるだけなので、まあ、よりシンプルでその分パラメータを少なくすることができます。で3つ目は学習の効率が上がることです。これは、まあ、普通のニューラルネットで中間層が1つだけだったとすると、その1つの中間層で、まあ、たくさんの特徴を抽出しなければいけなくなって、まあ、構造が複雑になって、かつ、まあ、学習データもたくさん必要になるので、その分処理の時間がかかってしまいます。それに対して、まあ、ディープラーニングだとこのシンプルな層をつなげて構造が簡単なので学習の効率が上がります。その中で自然言語処理の分野で高い成果を上げ注目されているアルゴリズムの一つに再帰型ニューラルネット、リカレントニューラルネットワークというものがあります。このリカレントニューラルネットワークは音声や映像言語といった時系列の流れに意味を持つデータの予測や分類に用いられるモデルです。でそこである文章があったとして、それが誤字脱字があるのかを検知するようなテーマを考えます。で一番上の文章、私は妄想するという文章があったときに、妄想するの漢字が違っていたとします。そこで、まあ、どうやってこの誤字を検出するかというと、妄想するっていうこの間違えた漢字が辞書に存在しない場合、その、まあ、正しい妄想っていう漢字の方が辞書に登録されている場合、その辞書を参照して、あ、これは辞書に登録されていないから間違いだっていうふうに判断できます。まあこのように、そういうのが正しいワードが登録されているような辞書と比較して判断することをルールベースっていうふうに言います。まあ、この場合だと機械学習をする必要はないんですが、まあ、次の例を見てみると、税金を納めるの納めるが、税金を納めるっていう文章だと、この納めるではなくて、まあ、納税するの時に使う納めるの方が正解になります。でこのような場合だと、どちらも納めるっていう漢字が辞書に登録されてしまっている場合は、ルールベースで間違いを検知することができません。また N グラムを使って、まあ、間違いを検知することも可能なんですが、3つ目の例文だと、とても文字列が長くなってしまい、税金は納めるの間がすごく長くなってしまって、 N グラムだとその分この比較する文字を規模を大きくしなきゃいけないため、で、まあ、その間が長いと対応できなくなる場合があります。そこで過去の入力を記憶しておくため、時系列の処理ができるリカレントニューラルネットワークを利用して、このような誤字脱字の検知問題に取り組むことを考えます。で、まあ、そこで、まあ、問題設定として、ある単語の後に続く次に来る単語を予測することを考えます。まあ、通常の
ニューラルネットワーク、まあ、このようなイラストのような構造があったとします。でそこに私は野球が好きですというような文章を与えるとします。でそのような文章はまずそのニューラルネットに投下する前に単語ごとに区切っておきます。で例えば入力層に野球を与えた時に、次の単語ががと予想してほしいので、野球を与えた後にがっていうような結果を返すように重みを調整します。でその際にその野球の前の私はの単語の私とはの影響はこの場合では考慮されません。まあ、そのため直前の単語が私はではなくサッカーは嫌いだがっていうふうな文章に変わってしまったとすると、野球に続く単語ははの方が予測としては正しい結果になります。で真ん中の例文のようにサッカーは嫌いだが野球が好きですっていう文章はちょっとおかしいので、サッカーは嫌いだが野球は好きですっていうふうに予測してほしいことになります。でこの場合だと、さっきの構造のフィードフォワード型ニューラルネットワークでは、直前に、その前に来た単語を考慮することができずに野球の後にがが来るということしか学習されません。まあ、その問題に対応するためにこのリカレントニューラルネットワークを考えます。で、そうこのようなイメージのニューラルネットになるんですが、違っているのは中間層で、前の入力された単語がこう中間層に反映されていることにあります。でこの XT とか HT とか、まあ、入力層のその数字の T ですね、 T はその何回目に投下されたかっていう回時刻を表す数字です。で、文字は私は野球が好きです丸のような順番に投下されていくので T が1から7まで振られています。で例えば私は野球まで投下されていたとします。で今入力層が野球っていうふうに投下された状態の時に目標はがを出力したいんですが、その中間層で前の単語をこう反映させていくので私とはもその中間層の情報として蓄積されているようになります。でこの中間層での前の単語の蓄積情報を、出力に反映させることができて、私は野球の次に続く単語をがっていうふうに、設定してあげることができます。まあ、このようにして理論上過去のすべての状態を考慮した学習が可能となるようなモデルになっています。でこのようにリカレントニューラルネットワークは過去の入力を記録しておけるため時系列の処理ができ、文章を単語に分けた場合に時系列に順々に単語を投下していくと、その次に来る単語を今までの履歴から推測することができます。でまた例なんですけど、私は鶏肉ときたら
が好きですは好きですも好きですっていうのは候補が考えられるんですが、まあ、再起型ではないニューラルネットの場合はその鶏肉の後に続く単語しか推測できないため私はは考慮されないことになります。それに対してリカレントニューラルネットワークは私はまで再起して解釈できるため私は鶏肉が好きですっていうふうに最も適切な判断が可能ですこのようなことができるので誤字脱字の検知にもとても有効とされています。はい、以上で発表終わります。